で吉田正尚は干されているの。233日本10打点年俸約22億4500万円。21日に4打数2安打1本塁打2打点を打った翌日から代打の1打席のみ。使うにも守れる場所がないアン DH はディバースやし、年俸約22億4500万円高すぎー。円安だから高く感じるだけやで、1ドル80円なら14億くらいやし、守備がね、14億円でも破格だよ。DH で他の選手を休ませたい枠でもあるからな、平均以下の成績で占領されても困るんだよね。メジャーって39弾もあって戦力が分散してそうなのに、それでもリーグトップの打者が中堅クラスにもなれんって、どんだけ日本はレベルが低いんだよ。メジャーってスタメンじゃないと日本みたいに代打とかで使ってくれないな。あまり野手の選手交代をしない。また今日も使ってくれなかったな。単なる人種差別。野手が13人しかいないから簡単に代打とか出せない。干される直前の数試合では打ってただけに不思議ではある。やっぱりメジャーは最低限の守備ができんとあかんか。そんなしかいないの？スタメン8人プラス5人ってこと？吉田の復活なんかよりチームの勝利の方が大事やからね。吉田って契約的にマイナー落とせないんかな。守備できない上に若くもない、控えとか呪いの装備やん。なんで日本で首位打者クラスがメジャーで打てなくなるの？そんなに違うもんか。大一ミドラ出番やぞ。ご視聴ありがとうございました。